皆さんこんにちはマネックス証券マネックス仮想通貨研究所の大月でございます本日はご視聴いただきましてありがとうございます、えー、今日のテーマなんですが暗号資産市場の現状と今後まあ、ここのとこ非常に値動きが激しいわけでして、えー、後でもご説明しますけれども年初からの上昇率これすごいですよねこれが果たしてバブルなのかリアルなのかそして将来性 投資戦略そんなことについてお話ししていきたいと思いますのでおお付き合いいのほど,どうぞよろしくお願いしく願ますあのまず私もともとはですねマネックスの方で主にやっていることをアナリストやってまして、えー、まあ金融の方を中心に例えば金利それからそうですね銀行株 そしてマネー全体ですね例えば今で言えば貸し出しに対してまあ預金もめちゃくちゃ増えてるですとかそういったお金のフローなんかのリサーチをしているのが本業ですで。加えましてこのマネックス仮想通貨研究所というところもやらせていただいているんですがこれ2018年からやっているんですけれどもこちらでこうした暗号資産の研究ですとかレポートなどを出させていただいてます。 で私自身もですねいろんな投資やってきました。 で大体は実は、えー、フィクストインカム債券ものが結構昔から多くて、えー、それに加えて最近だと株式、えー、米国それから日本なんかも日本株もいくつか投資をしてますしインデックスなんかもやってます。でそこでで得た1つの教訓としして、まあ、後でもうご説明しますが皆さんテスト としていろいろすでに今日ご覧いただいていらっしゃる方々でしたらマネックス証券のいろんな動画で投資のノウハウってだいぶ学ばれていると思うんですねでその中のいくつかの鉄則というのはこれはもちろん当たるしそれを粛々とそれに従ってやっていくというのはもちろん重要なんですけども それだけだけとです、ね、今特にこの半年ぐらいですかねコロナの中難しくなってるんじゃないかなというのが正直なところであります。でこの暗号資産なんですけれども私自身研究と言いましたけれども加えて若干やはりポジションも持っております。で一番最初に持った時2017年ですねの終わりの方という一番のブームの時でありますしその時入り食いもして ているんですがその他にもちょっとだけ持ってます結果としてそこら辺は、ま正直含み損にもなっていますが案外これも役立っているところもあるということも後でお伝えしたいと思いますでは、えー、まず最初のテーマということでいきたいと思いますけれども その前にごご紹介でございますマネックス仮想通貨研究所ということ何やってるかということなんですけれどもここでご覧いただいてますようにいろいろなブロックチェーンのリサーチですとかそれから仮想通貨ここから先「暗号資産」という言葉で主にお伝えしたいと思うんですがあのこれ金融庁の方でこういったクリプトアセット という形の文言に統一してますのでその暗号資産という形で今日は主にお話ししたいと思うんですがこういった暗号資産の調査それからここの左の方にございますけれどもブロックチェーンこれ暗号資産仮想通貨 の元になる技術ですね中国なんかが非常に今強いんですけれどもこののブロックチェーンの研究なんかもやっています最近出したのがこのレポートでしてこれ500ページぐらいある非常にデータが多いブックになっていますがもしご興味のある方はこちらもご覧いただいたりしていただければなと思います。 でこういった形で活動をしながら暗号資産について、まあ、投資のありやなしやということを発信をしているんですけれども、まあ一言、そうですね、えー、ここを通じてのメッセージとしてはですね暗号資産の投資これはあの、まあ、弊社および弊社グループ NEX、まあ、グループでさまざまな形でサービス提供していますがあの 特に今日ご覧いただいている方々の中でまだこれからという方もやろうかどうしようかなと迷っている方もまず結論として私が個人的に思っているのはちょっとやっぱりトライしてみるのはこれはマイナスに多分ならないと思うんですね。 まあ儲けの面ということはさておいてもですねあのかななりり勉強になりますこれが私もなかったらこの仮想通貨研究所の方で業務を手掛けなかったらばあとで少しお話しするようなマネーの改革ですねこれもうこれから加速していくことはもう間違いないと思ってます。 しかも日本よりも中国だとかヨーロッパだとかで非常に進んできてるんですね特にこの新型コロナでニュースがなかった中で実はいろいろ進んでますそういったことに対してのアンテナを高くするっていう意味でもこれもう 個人的には私的にはやっぱり必須だったんじゃないかなというふうに思っていますので、えーまあ、ま,ずあのまずはすごく奨学ということをおすすめしたいですけれどもちょっとやっぱり、えー、勉強のたためにととといいいいいうことでもやっっててみたらいいんじゃないかなか思っていますそしてさらに最初にちょっと申し上げましたけれども。 鉄則に従って皆さん、えー、投資していただいていると思いますけどもその鉄則が通じないこの昨今の中で、えー、暗号資産取引というのは意外な力を持ってるんじゃないかなというふうに思ってますさてじゃあこの鉄則からいきましょう今なぜ暗号資産なのかということですはい、皆さんが、えー、投資をいろいろなところで学んだとき 私どももいろいろな講座をやらせていただいてますけれども最初に学んだ鉄則といえば何でしたでししたょうか。私もこれをいろんなところで言ってますしあの昔々習ったところですけれども、まあ、最初はやっぱりこれですよね何を示しているかというとよく例えで言われるしネットとかで引くとたくさん そういった関連のイラストが出てきますけれどもまあ一つのバスケットに、えー、みんな全部持ち玉としての卵を入れることをするなと分散投資っていうのは、まあ、バスケットの中に入れるとしたら、まあ、いろんなものを入れようとあるいはバスケットのはいくつかのバスケットに分けて入れようとか、まあ、いろんな言い方をされますが要は 一緒のものに入れてしまう一緒の投資をしてしまうと、まあ、全部が駄目になっちゃいますよということですよね。がそれが一つのバスケットに全部入れちゃった場合同じものを入れちゃった場合。分散投資というのはそうじゃなくっていろんなものを入れれば。 ここで言うと新興国株というのをこの白い卵に例えてますけれども1個がダメになっても他のものがあるじゃないかと。オレンジ色の卵日本株黄色い米国株どっかは残るでしょうということが分散投資の良さだということで必ずいろいろなものに分散しましょうというのが多分投資口座を引き受けると デイワン一番最初に教えてもらうポイントだと思いますただ皆さんいろいろ分散投資をやられていておそらくお気づきのことだと思いますけれどもマイナス面もいろいろあるかと思いますなんでしょうね私も随分といろいろ痛い目にあってきた気がいたしますけど分散投資っていいことばかりじゃないですよねまず一番理論的なお話からいきましょうはい ままず条件がありますよね投資先が、えー、を分散したつもりでいろんなものを投資してるつもりでも同じ方向に行っちゃったらば結局みんなやられちゃうから、えー、同じ卵を、えー、買っちゃったのと同じ効果マイナスしか生まないと。 投資先を分散させるということは鉄則前提条件として同じ方向に動かないものを持ちましょうということでしたよね。 それが分散効果の鉄則です例えばこれ為替であれば米ドルを持ちますそれであればそれとまあ同じ方向に動かないということは相関が低いということで表されますけれども一番相関が低いものを一緒に持てば分散投資の効果がより高く得られるということですよね。はい、ということでここで言うと。えー 白い卵と他の卵は同じ方向に動かないということが一番大事な鉄則ですよねそして次です、えー、大きく儲けるのは難しいかも ということですこれは何かというとこれ皆さん経験値としてお持ちじゃないでしょうかね例えば日本株がめっちゃ上がりましたとところが分散投資をしているとここで言うと他の国の株を持っていたりするのでそこがもしも連動しないという特性を満たしているのであれば日本株がバンと上がったときは他はどんと下がっているということになりますよねつまりそこが消し合ってしまうので結果として分 分散投資を完璧的にやればやるほど儲けは急に大きく儲けるのは難しいということになりますよね。そしてももう一つこれもあ これがその例でございます1つの株ごめんなさい1つの卵からひよこが生まれたとしますやったと思ったらば他の2つが駄目になってしまうということで利益が相殺されてしまううということですよねこれが分散投資のもう一つのマイナス点皆さんもよくご存知の通りだと思いますけれどもこういう面マイナス面もあるということですよね。 そして3つ目、投資等でやっぱり分散投資はやる方が多いと思います。それはなぜかというと、やっぱり大きな額を投資されていらっしゃらない限りは、 そこそこの金額の元でで分散をするっていうことは一個一個の卵にかけられるお金というのは小さくなりますよね。えそうするとそれを自分で、えー、例えば単位未満株とかに投資をしていくというのがそれなりに技術的に大変なのでであれば分散型の投資等に預けるというのが一般的にやられる手法だと思います。えー、しかしそうすると手数料が取られてしま ととといいううメリットデメリリッットトデがあるということで,すよ、ね、ですので鉄則として分散投資はもうこれ最後の最後まで正しいんですけれどもこういったマイナス面があるということであります。ということはじゃあ分散投資がちゃんと効くための条件今満たしてるでしょうかということが問題になりますよね。 そこで問題なのが、今のコロナ禍でマーケットが乱れに乱れているということであります。鉄則として株式と一番相関がない、分散する効果が高いものと言ったら何でしょうか。これは、 国債ですよね株が上がっているという時には国債が売られやすいのでそのリターンが低下するということでここでご覧いただいてます通りアメリカ株と、まあ、世界的にも一番安定している部類の一つのドイツの国債。 これを見るとこう遠目で見ていただいてもこれ結構逆にオレンジ色のドイツ国債のリターンとそれからニューヨークダウンが、えー、そこそこ逆に動いているなという感じもしないでもないと思います。例えばここで見ていただくような2015年の時とかは、えー、ドイツ国債が上がり始めてリターンが上がり始めるつま,りつまりこれちょっとテクニカルになりますが金利はこう下がり始めるということになります。 がえー、という時と、えー、ダウのちょっと低迷をし始める時というのが大体、えー、いい同じような時期に逆方向に行ってるということなんですけども最近をご覧いただきますと確かに逆に方向行ってる時もあるんですけれども。 えー、同じ方向に行くこともちょっと多くなってきていて、えー、必ずしも分散交換を目指すはずのその前提条件が満たせてない可能性が出てきているということがちょっとキーになるかと思います。でそのするとえー、っとあそうですねではそこでもう一つあとで。 これについて暗号資産はどうかということもお話ししたいのですが次にもう一つの鉄則に行きたいいと思います皆さんこれも守ってらっていらしゃるると思いますす割安銘柄に投資をするこれはなぜかっていうと、えー、ちょっと難しい言い方になるかもしれませんが平均回帰ですよね割安だなと思っているものに、えー、投資をすると将来的には安いということなんで。 適正価格に戻ってくるというのが平均回帰の原理ですよね。これは結構もう2000年前後ぐらいからいろいろなファイナンスの理論でも言われていることであります。なので割安銘柄を見つけて業績と比較して株価が割安だなということで投資をしていけば平均に回帰するうちにこれは必ず身を結ぶということで言われているわけですよね。 これも鉄則でよく必ず言われることです投資の鉄則ですねところが今のマーケットが難しいということなんですけどもこれが現実でありますこれはあのもうそうですねあのコロナ禍で特にそうなっているんですがその前からですこれは株価純資産倍率一つの割高割安の指標に使われるわけですけれども高くなればなるほど、えー、価格を えーっとえー、エクイティの部分、えー、純資産で割ってますから上に行けば行くほど割高と言われるものですそれに対して下のもの PBR が1倍割れのものをここでは取ってます0.7倍以下ですねのもの12年の時点で割安だったものがその後価格がどうなっているかその逆が赤です。 っていう形でご覧いただくと結局平均回帰で割高の方に近づいていかないんですよね特にこの2000年以降を見ていただくとちょっとグラフで見づらいんですけれども青い線は実はどんどん下がっちゃってます割安はもっと割安にそして割高の方もご覧いただきますと特に3月以降コロナ以降ですよねパンデミック発生以降は 逆に割高なものがもっと買われるようになっているという状況でやっぱり鉄則が効かなくなっているということがご覧いただけると思います。さてではここから暗号資産はじゃあその点どうなのということをちょっとお話ししたいと思います。はいえー、一つ目のですね 暗号資産の場合はさっき申し上げた日本株を一つ買っておいてそれ以外に分散投資をしたいといった場合に何を選びますかということで見た時に鉄則はもう一度思い起こしていただけると相関が低いものでしたよね。 ところが、えー、ここインドゥと書いてありますがこれはアメリカのダウ平均はじゃあ日本株とどういう相関ですかということなんですがこのグラフの見方は棒グラフ一個一個が、えー、高ければ高いほど日本株と連動しちゃってるということです。ということは分散をダウ平均とか欧州株とかにしてもこれは分散にならないということであります。 一方で分散効果が高いのがまず日本株ですよねこれはマイナスの、えー、相関がありますのでということは日本株を買った時に、えー、国債も買っとくと分散できますということになりますよね価格が下がった時に安心よってことなんですが、えー、ご存知の通り日本国債を買うということは今は、えー、相当な年限のものを買ってもマイナスのリターンしか出ないとここが問題ですよね。 そうすると真ん中を間を取るとということがこのビットコインと金ですご存知の通り金が価格がものすごく今日はそうでもないのですが今日は12日なんですが、えー、そうでもないちょっと下がってますけれどもここのところずっと調子が良かったっていうのはこういうこともありますよね基幹投資家が特にそうなんですけど相関の低いものを取っていくってことになるとまあ、金そして 後の方でもちょっとお伝えしたいと思っているんですが基幹投資家はこういった特性株式との連動性が低いということでビットコインなんかも徐々に買う購入する投資家が増えてきています。さて じゃあ日本国債でいいじゃないと相関、えー、が低いんだったらということを考えるんですがご覧ください、えー、こちらでご覧いただきますようにこれは年初来の上昇率ですビットコインとインサリアムこれ理由があって非常に高いんですね上昇率がでなんと年初来は2倍になってるんですが もうあのナスダック今非常に上がっていて大丈夫かというふうに言われているナスダックよりも数倍上がっているわけですよね。それに対して日本国債はほとんど上がっていないということを考えると、まあ、相関も高いああごめんなさい相関もそこそこ長い目で見ると低くて。 リターンも取れるというとやっぱり暗号資産というのはちょっとトライしてもいいのかなという趣旨がお分かりいただけるかなという気がいたします。それからもう一つ申し上げたあの鉄則その日にの割安株というのが見つかりづらいと申し上げました。 じゃあ割安株っていう目線で見つかりづらいんだったら次に考えるのはモメンタムですよね相場好き勢いがどうかということでいくつか最近の暗号資産の、えー、チャートを持ちしてます一つ目がですねこれ、えー、バブル後の価格はどうなるのかというトレンドです青い方が第一次バブル の頃です、えー。昔懐かしいかもしれませんが、えー、マウントゴックス事件というのがありましたよね。これはハッキングです。2013年の頃に起こったハッキングで、それまでの最高値を青い線でご覧いただきますと、100とした後にこうぐぐーッと下がりまして、えー、そこから、えー、週ごとに追ってるんですが、144週ですから、まあ3 4年かけてぐぐーッと相場が上がってきた。 といいうののがこの青い点線ですそれに赤い方これは2018年の1月このバブル第2次バブルの頃のところからどういうトレンドを探って たどっていったかということを、えー、伝えているんですが、ご覧いただくとやっぱり Facebook がリブラを発行した発表した頃っていうのはちょっと行き過ぎたかもしれなかったんですけれども、それを除くとかなりトレンドが前回のバブルの頃に似てるかなという感じに見えるかと思います。なんとなくそろそろ、えー、こうトレンドライン的には上がってもおかしくないのかもというのがこれが一つ目のデータです。 でもう一つのこれあのどうしても暗号資産ってまあ価格がなかなか算出できない、フェアバリューが算出できないということなんですが、一つですね需給で表しているモデルがあります。細かくはちょっと省略します。私どものレポートでも前に書いたことがあるんですが、こちらでご覧いただきますとモデル価格。 これは発光量とかで見てるんですがそれがこの茶色い線なんですねちょっと細めの茶色い線ですこれですねこれがモデル価格それに対して実績がこのちょっといろんな色で虹色になっているものなんですがここのところ最近上がってますよねそれも大体実はこのトレンド線通りなんですね。 という形の需給に沿ったもので考えると意外とこれからのトレンド的には上昇があってもおかしくないということかと思いますまあでも,もとモメンタムだけでどうよということがあると思いますのでじゃあここのところ活況を呈している理由というのを探っていきたい と思いますそしてさらに中長期的な将来性この2つに分けて暗号資産は今ちょっと持ってもいいんじゃないかとなというふうにお伝えした背景をお示しできればと思っていますまずは新型コロナとの関係ですよね新型コロナ自体はまあいろんな形で暗号資産との関係が言われてます1つ目えこれ株も債券も不安 まあ先ほど申しし上げましたよねどれも将来性が見えない企業収益だって予想すればそれでフェアバリューが株価に次いで予想できるんですけどその収益がもうわけわかんないんで不安ですということであればせめてヘッジ手段としてじゃあ,あの株と連動しないものを持っていこうっていうのが先ほどの議論です債権は、えー、もう一つの理由ですね債権は次の理由とも絡みます。 最近不安ですねというのは政府がもう巨額にジャブジャブに資金を供給していますとマネーの量アメリカとかが特に巨額に市場にマネーを、えーとまあ、注入していますちょっと次のこちらは後でお伝えするんですが例えばこんな感じですねマネーの量を見ていただくとこのブルーの線がアメリカなんですね。えー年末 2019年の12月からするともう6割ぐらい増えてるんですね1900兆円ぐらいですかねそしてさらに今議論いろいろ分かれてますけれどもさらにここから1兆ドルから3兆ドルぐらい増や,す増やすということが言われてます。ということで政府支援で巨額のマネーが市場に流入している結果 がどこかにとにかく投資家さんはお金を持っていかなきゃいけないとただ括弧1の通り既存のものだとちょっと不安だねとだったら信仰のものにちょっとだけ入れてみようかということがこうした暗号資産の人気に繋がっているかもしれないというのがありますよねさらに、えー、政府支援があんまりにも大きいと、えー、その国が不安じゃないかということで、えー、マネーが流入しているということだと思います 3もこれは同じような話で、えー、後でデータをお見せする場面があるかもしれませんが、えー、政府がお金を発行しすぎて政府自体の信用がやばいと。 そうすると法定通貨がやばいんじゃないかということでじゃあ法定通貨がやばいんだったらそれ以外の通貨の方がいいんじゃないかなということが実は格付けが低いところつまりリスクが低いと見なされているところほど暗号資産を信じているという如実なデータがありまして、まあ、それで考えるとやっぱりこういう政府の不安というのが暗号資産人気につながるんじゃないかということですね。 かでこれはまあちょっとどうかなというところもあるんですが、えー、コロナ支援で、えー、紙幣を通じて10万円とかいろいろ中小企業とかにお金を出すということが実は結構政府だあの貨幣だと不便だねと政府がブロックチェーンとかですっとできたんじゃないのということがいろいろ言われているということであります。 で一つだけですね今のマーケットのマネーがあの今朝もマネーサプライ出てましたけれどもあのマネーの量とじゃあいろいろな資産がどういうふうに関係しているかということを表していますちょっと見づらいんですが横軸が価格のボラティリティです過去1年ぐらいどれだけ、えー、それぞれの資産日経平均だったりとかビットコインとかがどれだけ価格が動いたか。 ボラティリティが高かったかというのが横軸です。で、縦軸が価格の上昇率、これは7月以降ですね。つい最近の動きをお示ししているんですけれども、えご覧いただくとこれ非常に綺麗な連動性が見られて、お伝えしたいこととしては結局さっきのスライドでご覧いただいた通り、お金がジャブジャブに余ってるんで、みんなリスクを取りに行って。 結果過去1年間ぐらいで見たときにどうやらリスクがあって価格のボラティリティが高いものを買って得しようというふうに、えー、変動の大きさによって価格が上昇しているとインサリアムしかり、えー、それから逆の局にあるのがドル資産ドル指数ですよねこれまあ多分2つの意味合いがあってさっき申し上げたドル自体があんまりにも えー、発行させすぎているので下がっているかもしれないもう一つはドル持ってても面白くないのでもっと変動の高いものに目が向いているという可能性があるということかもしれません。 だとすると今のこの暗号資産人気というのはそれぞれビットコイン人気というのも流動性が高いとか政府の不人気政府のリスクの話などで案外説明できるんじゃないかと不思議という面だけではないんじゃないかということが言えるかと思います。さて、それではではすね。 今後の上昇の鍵はどううでしょう今後上昇するのかどうかということについてお話をしたいと思います。まあ、非常にまあ短いお答えとしては正直本当難しいと思います難しいんですけれどもここら辺をチェックしておいていただければそれの条件がかなえばまあ将来を期待していいんじゃないかなということでロングでお持ちいただいてもいいんじゃないかと思っています。非常にシンプルです 鍵は二つだけ。一つは投資家層が果たして拡大するか。もう一つは社会全体において、暗号資産、あるいはそれに関連するようなものが、プレゼンスが社会的な地位が認められるかどうかと、この二つだと思っています。一つ目からいきたいと思います。これ、あんまり日本で報道されないんですけど、実は機関投資家の参入というのが。 非常に著しいですこれ、えー、グレースケールというアメリカのファンドなんですがやってることは暗号資産ファンドをほとんどががヘッジファンドなんですす投資家向けに設定しています、えー、そのファンドに対しての増加流入額が過去この16年で一六月で過去最大になってます。ということで基幹投資家が、えー、最近活発です。 まあ、プライベー,ベートオフィスとかヘッジファンドなんですがもうまさにさっき申し上げたような話ですね他のものが店内ないんでちょっとだけ買っとこうと。 実は日本だととそういったことはです、ね、やっぱりあの報道の方々が、えー、暗号資産ビットコインというものを報道するのに怖いというふうに感じていらっしゃることもあるのか日本に対しては特に報道がないということもあって、えー、こういった情報も出ないんですが昔に比べるとですね実は日本円というのは 法定通貨からあ,のあらゆる法定通貨からビットコインへの流入のプレゼンス日本人が投資をしているというプレゼンスは微妙にやっぱり落ちて米ドルが中心になっていますでそれ以外にはですねまだ金額小さいんですけれどもあのたまにこれは。 報道に出るかもしれませんが自国の通貨が厳しいなとえ不安定だなと思っているようなところっていうのはえここのところやはり流入が増えてますナーランドとかペソとかそういったものですよねまあ、そういったところがまずさっき申し上げた投資家層の拡大の一つの大きな鍵なんですが さてもう一つですね、これは先取りです。先取り情報ですというのは日本ではまだあの投資することができないです、えー、今後できるのになるかもちょっと不安というかわからないんですね。これアメリカで、えー、さっきあのご覧いただいたようにアメリカのドルからの暗号資産への流入が増えていると申し上げましたけれども一つ多分刺激になっているのがこれなんじゃないかなと思ってます。 ます。デフィというのはデセントラライズドファイナンス、分散型金融っていうことなんですね。イメージはこれはあの皆さんおなじみのクラウドファンディングです。えー、みんなでお金を集めましょうってことなんですね。えー、去年まだ始まったばっかりなんですけれども、まあちょっと昔の ICO。 イニシャルコインオファリングとちょっと似てるんですが非なるものです何が違うというとレンンディングなんですねつまり、えー、とここに投資をするとクラウドファンディング的に私はこれこれをやりたいんであのお金が必要なんですがどうですかというとそれに対して金利がつくと。 そしてレバレッジもかけられるということで ICO よりは比較的バックにもいろいろなものがついているのでこれがかなり人気になりにっていますこれ自体にご投資を進める気はまだこれちょっとあまりにも緩やかなマーケットなんでないんですけれどもこんなことも背景にあって市場がアメリカを中心に活発化しています。デフィですね そして次に、えー、プレゼンスの向上ということとでお伝えしたいと思い思ますこれはさっき申し上げたことにつながるんですけれども国の格付けを右,右の軸で見ていただいてるんですが、えー、国の格付け右に行けば行くほど高い信用力。 それに対して、縦軸がどれだけあなた方は暗号資産というものを信じてますかということをアンケートを取りました。そうすると、ご覧いただきます通り、自国に自信がない国ほど、ええー、まあ、つまり暗。 あの信用格付けが低いところですねの方がやっぱりこの暗号資産へのの信頼度がが高いというのがきれいとととううに如実に出ているということでありますだとすると将来的に今格下げ実はいろいろ続いてますけれども信用力が落ちた国というのはひょっとしてこれの流れで暗号資産の信用力というのが上がってくるかもしれないと思います。そして もう一つですね、えー、プレゼンスの向上ということで今盛んに言われ始めていますのが、えー、デジタル通貨です政府、えー、デジタル通貨、えー、筆頭格が中国のデジタル人民元ですね。 えとこれが非常に、えー、活発に実験が行われてますいろんな説があってまだ分からないんですが、えー、中国の中国の冬季、えー、オリンピック1年半ぐらい先ですがその頃には本当に実証実 通用できるんじゃないかというふうにも言われているんですね。C B D C えごめんなさい、C B D C というのが普通の政府のデジタル通貨の通称なんですが、中国では D C E P、D C E P とか D C E P とか呼ばれてます。すでにこのコロナ禍でさまざまなものがストップしている中にもかかわらず、え五月ぐらいから 実はいろいろな都市で一部一部の給与をこの人民元のデジタルものでもって払ったりしてるんですね中国はもう先に行っちゃってますいろいろ 5G とかも今話題ですがここのブロックチェーンそもそも中国って世界一特許も持ってますし非常に積極的ですよねまあ、そういったものが出てくるとおそらくこれもちろん暗号資産とは別物です ですがやっぱりこういうブロックチェーンを使った新しい形のデジタル通貨というものが使われるようになるとこのデジタル政府デジタル通貨というのは金利とかつきませんからそういう値動,値動きもしませんからそれの投資先としての既存の暗号資産ということの取引というのがもう一度思い出される人々の意識に上ってくるかもしれないということを考えています。 これじゃあ日本はどうかっていうと日本もですねごくごく最近ですねデジタル通貨グループっていうセクションを新設しまして、えー、実証実験等の検討を行うこれなんと政府の方の骨太の方針でも入っていますから確実に まので、まあ、それが研究の段階からどこまでいくかは別としましてもプレゼンスの向上暗号資産なりその類似のものの、えー、プレゼンスの向上というのはこれは一つの規定路線だと思います。ということはさまざまな意味で先ほどもご覧いただきましたように。 位も、まあ、向上していくということもありましたし投資家層も、えー、拡大をしていく方向ということだと長い目で見れば えー、おそらく暗号資産ととといいいいううものは消ええずに残っててくんじゃないかなかことを考えておりますご参考までに、まあ、こういったもの皆さんもご存知のものも多いと思います一つメッセージとしては、えー、この中で,です、ね、もしご投資を考えるんだったらやっぱりこの一番右側に時価総額の合計というのも書いてありますがメジャーなものを選ぶと。 いいうことだとだ思います上の方のものを、まあ、どこまでいくかという問題ありますが、まあ、2つ3つぐらいが、まあ、比較的いいとこなんじゃないかなという感じが今のところは個人的にはしております。でやっぱりそうは言ってもですねあの、まあ、怪しいなということをお感じの方も大いにあいらっしゃると思います。 でそれもあの、まあ、否定はできないんですけれどもただいろいろこう考えてみますとかれこれ最初のトレードが始まってから、まあ、10年ぐらい10年ちょっと経ちましたですよねいろいろその間それからそのよりも前,前にもいろいろ怪しい金融資産ってもう私もいろんな形で見てきました。なんとか商法とかねいろいろありましたけれどもそういったものって長くは残らないですよね。 だいいた何らかの形で摘発されたりやはりお金が集まらなくなって市場から退出しているわけなんですがさまざまな形でこれらの暗号資産というものは12年間1112年間というのは結局は形を変え相場の荒波にのまれながらも残っているとそこら辺はやはりそろそろ見直してもいい頃なんじゃないかなと思っています。 で,できるだけ、えー、さっき申し上げた中で、えー、主要なものを選ぶととといいうことだと思いますああそれで最後に攻撃を受けにくいというのもありますがこれはやはり上の2つが特に流動性が高いものというのはいろいろな攻撃今もさまざまあるんですがそれも受けづらいということがプラスだと思います。 とルール申し上げましたけれども、えー、暗号資産をまあ仮に投資をしていくということで、えー、考えたときに私どもが今考えているその手法であります三、えー、つここに載せています暗号資産というのはやっぱりそうは言っても主力ではないと思います、えー、ですのであくまで、えー、主力は例えば日本の皆さんだったらば日本株それから米国株 ととといったところだと思うんですが、そうなると、分散株投資ということでやっていた、ごめんなさい、分散投資ということでやっていたはずの、その原則に沿ったものが、今の投資の相場のこう環境だと案外うまくいかない。ですので、ヘッジ、ヘッジ手段として、 分散投資の原則に立ち返った時にちょっとこの全く毛色の違う資産っていうのがありうる投資先なんじゃないかなというのが1点目です。ただやはり今日もそうですがここのところやっぱり値動きは激しいです、えー、従いまして額これはやっぱり鉄則です例えばここでも書いてますが値動きが数倍だということは 投資額は同じ額のリターンを得たいと思っても数分の1でせいぜい数分の1でいいということになると思います。それからやっぱりですね、長く持たないことだと思います。えー、長く持つというのもまあ一つあり得るし、私も正直言って一個長く持っちゃってるあの使用漬けのものあるんですけれども、やっぱりですね、値動きが激しいということはまあ比較的その相場付きであのトレードの一つとして持っていくという。 いう方が割と後で損切りで悩まないんじゃないかなということを考えています。で、そういった時に損切りしたいときにできるという意味では、流動性も情報もある、えー、メジャーなコインということになるんじゃないかなと思います。そして最後にあの。 さらに追加的に見込める投資効果ということなんですが暗号資産についてですね、えー、先ほど来申し上げているようにマネーそれ自体の改革というのはもうこれは不可避ですよね。 色々今日お話し足りなかったこととしてマネーがどんなことで使われていくのか例えば給与が電子マネーで支払われるとかそれから今度はブロックチェーンについてはさまざまな商取引にも使われるとかいろんな情報自体不動産取引とかもあのブロックチェーンで管理するとかいろんな形で使われ始めると言われてますよね。 これも不可避な流れだと思います不可逆的な流れだと思うんですね。でそういった情報のアンテナとして、まあ、こういったものをちょっと投資しておくことで、えー、どうしても嫌が上にも興味が持,ち、ま、持たれますからそういったことの、まあ、効果、えー 学びの効果やっぱりこの時期ですねあの一番特に若い方々一番の投資って多分自分に対して知識だとかどういう形で今後やっていくかっていうその自分への投資が最大の効果だと思いますのでそれの一つの助けになるという意味ではこのあ全く新しいしかし最先端の技術用語が散りばめられている暗号資産。 これを少しちらみでも結構なのでご覧いただいていくことでまたさらに投資の機会とか、まあ、世界もですね広がっていくんじゃないかなということを考えている次第でございます。 さて、えー、いろいろな面を、えー、暗号資産について触れてまいりましたけれども、えー、ここから先の何か詳細ですとか、えー、ございましたら、えー、ぜひ私どものウェブサイトなどで資料それからデータなども、えー、ちょっとご覧いただいていただければ幸いに存じます。以上本日のテーマ「暗号資産の現状と将来像」ということでお話をさせていただきました。ごご聴どううもありがとうございました。